こんにちは、サンディです。今日はですね、タイトルでも書いてありますけども、なんとですね、はい、届きましたよ。カラーポップ、日本で言えばカラーポップですか、コロポ、どっちでもいいんだけど、が届きましたので、レビューさせていただきます。では始めましょう。はい、ではですね、知らない方が多いんじゃないかなと思うんですけど、カラーポップ、コラーポップってよく言うんだけど、これは海外のアメリカの、プチプラ、コスメになります。だけどこれはお店とかに多分置いてなくて、売ってるのが通販だけだと思います。で、結構ね、もう去年あたりぐらいかなからずっと、いろんな YouTuber の人を見てですね、いいなって思ってたんだけど、日本発送をしてくれなくて、そう、全然ね、他のね、通販サイトとかでも探したんだけど、なかなか、売ってるところがなくてですね、V マだっけな、だと結構売ってるんだけど、そう、高いんだよね、そう。で、いつかね、送ってくれるかなと思ってたんだけど、前までは確かアメリカとカナダだけだった気がするんだけど、今は、トルコと中国以外の、国ではもう、インターナショナルショッピングみたいなの、ワールドショッピングっていうのかな、ワールドショッピングかな、ができるようになりました。で、私はですね、これ注文したのが、情報が流れたのは12日 ?7 月のだったんだけど、私が注文したのは、7月の24で、届いたのが、土曜日だったから、ちょっと待ってね、30日かな、そう、30日だったから、まあ1週間弱ぐらいで届きました。で、これはですね、アメリカから送られてくるので、まあ、それだけの時間がちょっと、かかるっていう感じで思ってくれればいいと思います。で、あとは、まあ、送料に関しては、いろいろ試してみたのね、いくらかぐらいかかるのかなと思って、で、いろいろ試して、例えばじゃあグロス3本だけとか、なんかそういうちょっとだけ注文といっぱい注文でいろいろ試してみたら、なんかね、大体全部が2500円ぐらいでした。で、そうで、送られてくるのはね、ものによってなのかわかんないけど、私が注文した量に関しては、こういったね、袋の中にこういった、箱がそう来ました。で、メイドイン LA って書いてあります。で、そんな感じで、で、ここにね、多分フラッヒル、スペイン語とフラッヒルないのかな、多分なんか、まあ、なんていうの、割れ物とかそういう感じのやつじゃない？多分ここにもね、ちゃんと書いてあるから、そう、だから丁寧に送ってくれるっていう感じです。で、梱包に関してはすっごい感動しました。本当にすごいなって思って、やっぱ、なんだろう、国内ね、アメリカの方の国内の梱包の仕方はちょっとあまり見たことないんだけど、みんなもう商品を出す感じだからあまり見たことないんだけど、やっぱりね、世界にね、発送するっていうことで気合が入ってるなってすごい思ったの。あと他の、ブランドで日本に送ってくれるやつと比べた時にすごいなって思ったのがですね、箱を開けてみると、じゃんじゃん、もちろんデザインがものすごく可愛いっていうのもありますけどもね、カラーポップって書いてあってすごく可愛いっていうのもあるんだけど、じゃなくてここですよ、ここ、これがですね、これだけの厚いスポンジでちゃんと送ってくれるっていう感じで、スポンジも1個だけじゃなくて箱全体に
入ってるっていう感じです。こうやって撮るとわかると思うんだけど、こういう感じで全体的にスポンジでやってくれるから、まあ割れることはあんまりないんじゃないかなと思います。なのでまあ袋にもね、割れ物みたいな感じで注意書きも書いてあるし、箱自体にも書いてあるし、これだけ梱包してくれるので、2500円ね払う価値は全然あるんじゃないかなと思います。これだけ厚いスポンジつけてくれるんだよ、すごくない？これにはすごい私は感動しました。これだけね、これは多分コストかかってるんじゃないかなと思います。でまずはですね、箱がねすごい、今も見てもらってわかるようにね、すごい可愛いデザインの箱で、スワッチの方はまたここら辺横に載せておきます。でこれが今までの唯一のねカラーポップのグロス、持ってたグロスになります。でこれに関しては YouTuber のコラボ商品になるので、だからここもねなんかちょっと普通のカラーポップのグロスとちょっと違って、ここゴールドが入ってたりとか、まあ YouTuber のね名前も入ってるグロスがあって、名前がこれカエで、カエポップっていうね、その YouTuber とのコラボ、商品になります。でこれが3つ持ってて、それをきっかけにね気になってて、買いたいなって思ってたのがこのねカエポップのアイシャドウになります。でこれはセット売りなので、アイシャドウが、4つ入ってきます。でこういう箱に入ってきます。でね、写真で見ると結構大きいやつなのかなとか思ったりしたんだけど、まあまあ手ぐらいの大きさです。でまあまた色がね見せるとき、スワッチのときに載せますけど、一応ねマット色が3つ入ってます。あとシーマーかな、普通のキラキラっとしたやつで、そう今開けちゃった。でこうやって開けるとアイシャドウがこんな感じで入っています。かわいいでしょ。でこれねすごい、私ね茶色とかベージュとかそういう色ってすごい好きだし、なんだろう、普通の化粧するときにグラデーションするときとかもその中間の色としても使えるしと思ったから、まずはこれを買ってみようって思ったの。今までねカラーポップのアイシャドウとか使ったことないので、で、これを開けると普通にこんな感じで入ってます、アイシャドウがね。でまあ大きさはこれくらいかな、これくらいです。であまり長くしたくないのでささっといきたいと思います。でもう一個アイシャドウ買ってみました。でこれはねまた色をのせていきます。これは単品で買いました。ちょっとね試してみたいなと思ってこの色を選んでみました。色もねこれはマット系の色になります。でそうまずはねマット系のアイシャドウから集めようかなと思って、そう日本発送もするしこれだけ梱包もいいからやっぱり集めたいなと思って、まずマット系から集めようと思っています。で次がですねそうじゃあまあこっちからいこうかな。リップグロス買いました。こちら4本買いましたね。ウルトラマットリップっていうものになります。こんな感じです。箱がすごい可愛いんですよね、キラキラして。で4本になります。でまたスワッチをね見てもらってると思うんだけど、そうでこれはカエポップのやつじゃないので、色が普通の入れ物がね、まあ、これで見てもらって違うと思うんだけど、こっちが普通のシルバーでこっちがゴールド系のここがねっていう違いがあるぐらいで、そんな感じで色はまあこれと、まあそっち見てもらってるからいいかな、そんな感じで。色はねすごい可愛くてもうドンピシャですよ。
本当に私が好きなやつで、なんでなんかね、いろんな色があるんですよ。本当にもうなんか水色とか緑とかそういう色もあるし、あのこういった、ヌード系の色もあるし、赤とかもあるし、オレンジもあるし、まあいろいろあるんですけど、で本当は狙ってたセットがあって、それがこの、ワールドショップ、うん、ショッピングになってからセットが出たんですよ。限定のセットが出たんだけど、そうなんかどうしようどうしようって思ってる間にもね、皆さんに買われてしまってですね、買えなかったっていう感じで、まあだからカエポップの方のね、セット多かったんですけど、でまあ試しにね、こちらまあもう3本持ってたけど、こっちも買ってみようと思ってこれ買いました。でまあ最初ね、最初の自分での注文だから、とりあえずあのたくさんいっぱいとかじゃなくて、とりあえずちょっと買ってちょっと試そうと思って、色もね、まあね、あの結局 YouTuber ってさ、こうやって光を置いてカメラもみんな違ったり、光の影も違ったり、環境も違うから、あの映った時のその色合いっていうのが、あの人によって違うし、自分の肌の色とかもあるから、なんかね、間違ったら嫌だなと思ったら、とりあえず確実なやつを買ってみたっていう。あとはこれもね、どうかなと思って、なかなかあんまりねレビュー見てないんだよね。正直レビュー見たのは本当にアイシャドウとかリップ系なんだけど、買ってみようと思ったのがこの、ブローペンシルを買ってみました。そう、アイブローペンシルね、日本で言うと。でこれ買ってみたのね。で色はここに載せておきます。で今日つけてる色になります。でこれはどういう基準で買ったかっていうと、アナスタシアベル状のねやつを持ってて、そう、これポマードっていうのかな、そうポマードってやつで、これ持ってて私で、ちなみにダークブラウンを持ってて、これをなんか誰か絶対比べてるんだろうと思ったから、でそうカラーポップもこういうポマードみたいなの持ってるのね、こういうの出して、で私もこれ試してみたいなと思ったから、今持ってるのはこのアナスタシアと、マックのやつを持ってます。で結構これすごく良くて、やっぱね、なんだろう、眉毛でもちょっと自然に見せたくて、パキッとした感じの眉毛ももちろん好きだし、ここら辺とか結構パキッとね、なんか仕上がってる感じなんだけど、こっちを自然とね、こうぼやかす感じ、ぼかす感じが好きで、だからポマードとかそういうのがすごい好きで、で、ペンシルに関しては日本だとなんかおすすめあったら教えてほしいんですけど、アイブローペンシルってなんか柔らかいのがあんまりなくて、ほとんどみんな硬いのは、なんだろう、お試しで置いてて、でなんかこう開けっぱなしにしちゃって乾いちゃったのかわかんないけど、硬いのばっかり見るから、うーんと思って、そう買わないんだけど、なかなか。でそうで、そうそうそう、でこのカラーポップに関してはペンシルはすごい良かったです。ただこれに関しては使う分だけしか出せない、だから戻すことができないから、いっぱい出したらもう大変なことになるので、本当にほんのちょっとで、すっごい細いから、もしかしたらいっぱい出しちゃうと折れちゃうかもしれないから、それは気をつけた方がいいかなと思います。でポマードに関してはまあこういう入れ物で、見えるかな、こういう入れ物になっていて、まあアナスタシアと比べればこんな感じであんま変わらない、まあちょっと若干ね、ちょっと大きめで、こっちにするとちょっと小さめだけど、まあ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 みたいな。で色も一応下に載せてありますので、でこんな感じで、多分この色たちは似てるやつだけど、まあこう見た目で見るとカラーポップの方が結構明るいよね。うん、ちょっと明るいね、明るいんだけど、結局これと同じ色だから多分ちょうどいいんじゃない、うん、多分ね、わかんない、多分ちょうどいいと思う。うん、で変な匂いはしないのでご安心ください。たまにね、海外のね、化粧品だと変な匂いのやつがあるからね、ちゃんとした会社だとね、ちゃんと匂いしないか、いい匂いするしかないんだけど、
あの変なね、中国とかの買うとね、変な匂いしちゃったりとか結構多い。で、そんな感じで、これが全部買ったものを全部になります。で、あとはついてくるのが、まあちょっとした手紙みたいなやつがついてきて、なんかカタログ的なやつがついてきます。はい、ではそんな感じで今日は終わりたいと思います。で、今度はですね、アリエクスプレスっていう中国の、通販サイトがあるんですけど、これがですね、もうカラーポップの偽物が出回っているっていうことなので、それの比較動画を今度やろうと思っています。まだね、そっちの方の商品が届いてないので、届き次第そちらの比較動画をやりたいと思っています。じゃあ今日は見てくれてありがとうございました。もしね、気に入ってくれたなら、まあ、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。またね。はい、皆さんこんにちは、サンビです。今日はですね、まあ、題名見てる。はい、こんにちは、サンビです。今日はですね、まあ、タイトルを見てもらってわかるかのようにですね、かのようにです、